One eternity later.
まだ話を聞いてない兵士さんに話しかけてみましょう。見て、大聖堂だよ。僕、屋根の上からオレンカの街を眺めるのが好きなんだ。見回りの兵士さん全員と話ができたし、縄文の兵士さんに報告に行きましょう。任せろ。よし、行くよ。任せて。Thank you.
せろ。さあ、行くよ。よし、行くよ。やればいいのに、中途半端なやつね。いたずらにもやっていいことといけないことがあるまで。俺っちのいたずらは人を困らせるためで、好き放題するためじゃないまで。なるほどね。任せて。いえ、人を困らせるのも好き放題やるのもどっちもダメよ。よし、行くよ。もう我慢できないわ。さて、次はドイツだね。任せて。いや、いや。Ha ha ha!